代表的な汽車であるくん三銀針の茶は、汽車は中国茶の一種。通常の中国緑茶とは異なる加熱処理を行うことと、その後牛皮脂に包み門旗と呼ばれる熟成工程を経て作られることが製造工程における特徴である。汽車の加熱処理は低い温度から始まり、徐々に温度を上げ、その後徐々に温度を下げる。この処理法によって、 茶葉の持つ酵素による酸化発酵が起こる。中国緑茶の場合、最初から高温に熱した釜に茶葉を投入するため、蒸気の酸化発酵は基本的には起こらない。黒茶以外で発酵と呼ばれる青茶は、施される工程と発酵の度合いこそ違えど、酵素による酸化発による紅茶であることは共通している。また、黒茶以外で論ずると、一部の緑茶で胃腸を施す。 ことを勘定すれば、この汽茶とは、発酵茶の中では、唯一胃腸を施さない種類と言える。皇帝で、中途半端に酸化発酵した茶葉は、次に、ンキと呼ばれる、汽茶独特の熟成工程を経る。このンキと呼ばれる、皇帝、微生物による発酵という属説があるが、これは間違いである。門気には微生物は一切関与しない。 高湿度高温の環境チ茶バ内のポリフェノールを中心とする成分が非酵素的に酸化される工程である。ポリフェノールおよび溶燈素は酸化されることで緑から透明および黄色へと変色する。これにより茶葉と水色がうっすらとした黄色になるため、キチャと呼ばれる。代表的なキチャとして君、山銀神、角山キメ、毛ういただきキメなどが挙げられる。チャは 新潮皇帝も愛飲したと言われ、中国茶の中でも最も希少価値が高い。100グラム1万円を超えるものも決して珍しくはない。ありがとうございます。